はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン村松文彦のフラワーレッスン、今回、野菜シリーズということで、今回は第2弾です。2弾で、実はですね、私アメリカに、21歳の時、から20歳から21までずっとアメリカにいたんです。サンフランシスコの方にですね、近くですけどね、サンマティオというところでね、見てるかな、その時にお世話になった方ね、Facebook では友達なんてそんな関係ないですけどね、私そこに勉強していただいた時に、その当時野菜のアレンジメントっていうのがすごく、野菜とか果物とかそういうものを使ったアレンジメントのデザイナーが、お店にいらっしゃいまして、ああすごいなこんなのっていうのが、もう50年前の話なんですね。それを今回ちょっとやってみたいなと思いまして、こういうの器ね、こういうの器で中にピック入ってます。これに吸水スポンジをこのような形でグッとこう入れます。それから面取りをしますね。ね、本当にアクアホーム、本当にアクアホームもいろんなアクアホ、あれがあります。ソフトとかハードとかいろいろありますけど、まあ、フルーツなんかは普通のドとハードが使いやすいと思います。さあ、それでこんなになってね、これかぼちゃね、かぼちゃ、あ、まだセルラッピングがついてましたね。かぼちゃをこうにして、アクアホームで切っていいのかな、アクアカッターで。おっとね、僕は切り方が知らないもんですから、すいませんね。はい、こんな感じで大小でちょっと切りました。これはもういいです。はい、ここ置きましょう。それであとこの綿っていうんですか、これをちょっとこう取りましょう。こうしてこうして綿を取ります。さあ、こんな感じ。それからこれがカリフラワーね、これはカリフラワーもね、このちっちゃなカリフラワーがあるんですね。それからこれが何ですか、これ。あ、ごめんなさい、出てこない、ちょっとごめん、今ねやりながら、さっきは聞いたんですけどね、今ちょっと調べてます。それからあとピーマンね、ブロッコリーですね、ごめんなさい、ブロッコリーも実はこういうにして見ていただくと分かりますように、こういうにして、皆さんね、ブロッコリーはよく女性の方はよく分かると思うんですが、こうやってやるとこれ取れますよね、これね、これを取っておきます。こういうふうにしてね、カリフラワーもこれを一つ一つをこういうふうにしてやると、こういうふうにしてね、美味しいですね、茹でて食べるの僕も大好きなんですけど。さあ、こんな感じでカリフラワーも取りました。それから今度は中心としてピーマン、ピーマンはこの硬い方にこうやって入れ込みます。ヘタっていうんですかね、芯っていうのかな、こういうものにこうにして、この硬いところですね、硬いところに爪楊枝のあれをこうにして入れます。あ、もう一本、もう一個欲しいな。よし、ごめんなさい、ビニールから袋出しちゃいました、ここにね、近くのスーパーで買ったもんですから、すいません。はい、そういうような感じでこうまとめて入れます。まあ、こういうのも一つ提案ですね。それからあとこのブロッコリーもこうにして入れます。で、まとめてこうやってやればね、面白いと思います。こうにしてちょっと思い出しますね、アメリカの時ね、私もね、これが好きでね、よくね、やらせてました。これちょっと大きいですので、大きいのはこういうような形で2本爪楊枝を入れ込みます。こうにしてこういう感じですね。もう一つやっておこうかね、下の方にこういう感じ、こういう感じですね。それからあとこれがかぼちゃですね、かぼちゃも2本こうにして、ちょっとこの方がいいかな、こういう感じですね。
こういう感じでやります。それからあともうちょっとこれ入れようか、こっち側にね。ブロッコリーもありますしね。ブロッコリーとカリフラワー、そうですね、爪楊枝をちょっと取って、はい、こうやってね、はい、で小さいのはこんな感じでこう、あ、でアレンジメントの後でもいいですけどね、こういうふうにしてね、やってもね。さあこんな感じでちょうどあるものを全部入れました。こういうふうにしてちょっとこっちもいきましょう。さあこんな感じで来ました。これちょっと置いてきますね。それから今度はこれね、ブルニア、ブルニアをこの中に入れ込んでいきます。これちょっと続けますね。こういうふうにしてブルニア、今回は全部こうグルーピングでしとくいいですね。同じ種類は同じように入れ込んでいく。こういうふうにしてブルニアをこのような形でこう内側に、もう一本あったかな、あったね、はい、こうにして、それからあとカーネーション、カーネーションもこうやって触ると、こう持ってこうやって触るとですね、こう広がってきますので、こうにして、こうにして、で、今回はあの野菜ということであまり色をやりません。あのピンクとかそういうのを強い、あ、ちょっとね、強いのを入れ込まないようにしてます。こういうのもね、つぼみをあれをすればこういうふうにして広げます。それからピンポンマムね、かわいいですね。ピンポンマムをね、こういうふうにしてこの中に入れ込んでいきます。ピンポンのこれ白グリーンのやつですね。これからやはりね、花もいろんなものをね、こう、なんですか、楽しく、ね、こう、うまく言えないですけどね、こう、なんていうんですか、うまく言えないな、ごめんね、コラボしていくといいんじゃないかなと思いますけどね。これは手まり草です。ね、手まり草もこういうふうにして。面白いね。大体同じぐらいになっちゃうのね、こういうふうにして。手まり草もこういうような形でこう入ります。こっちのちょっと入れよう、こういう感じ ね。ブルニアが出てきました。どっかにここら辺に入れとこうかな、こういうにして、はい、手まり草も入ってきます。はい、手まり草も間にですね、こうどうしてもあの野菜と野菜との間が空きますので、そういう間のところにこういうにして、であとこのスイートピー、でスイートピーはちょっとこういうふうにして、ね、こういうふうに長くして、こういう間にこう、ね、こういう感じどうですか。白グリーン系で、ね、入れ込んでいく。で間にちょっとこうスイートピーを、ね、今時期がいいですね、スイートピーね、こうにして、で花をこう、あら、ほとんど全部使っちゃったわね。こうにしてね、こうにして中に入れて切る、ここもいいですね。ちょっとこれちょっとごめんなさい。よし、こんな感じでね、出来上がりました。さあこれにアイビーが面白いですので、アイビーをちょっとこうやりましょう。やはりこれですと動きがないですね。ですからアイビーをうまくこういうふうにして入れ込んでいくと綺麗ですね。でもしかこれはこう挟まらないようだったら U ピンなんかを使っていただくといいですね。でこういうふうにして、で向きがありますので、こう向き合わせてくださいね、向き。あまりしつこく入れてもあれですけど、ね、こうにして、こっち側にもいいですね。
で上の方はハサミをこう使って、あれハサミがどこ行っちゃったな。あ、ここにありました。ハサミを使って、さっきとスイートピーと同じようにこういうふうに間に入れてこう切る。しっかりやりましょう。ね、こうして。これ取って、ね、この間にスイートピーを。さあこんな感じでちょっとね出しても面白いかもしれないね。こうやってピョンとね、さあいかがでしょうか。こんな感じで出来上がりました。フルーツを使った、フルーツやない、ごめんなさい、野菜を使ったデザインですね。頭の中ではね、フルーツを使っても、今回は野菜だけを使いましたけど、フルーツを使っても面白いかもしれないですね。ね、いろいろと、バナナとか、そういうのも使っても面白い。いろんな種類。で、また、面白いのは、ね、これからバレンタインデーとかそういうのがあったら、クッキーとかチョコレートを一緒に入れ込んで、で、花とのあれをちょっとね、しっかりしてそういうちょっと考えながらやるとまたいいかもしれない。そのリクエスト来るかな、チョコレート一緒に花をやってくださいって。普通チョコレートと花は別々にやりますけど、花の中にチョコレートがあって、ね、それをチョコレートを抜くとっていうようなイメージ、うん、そういうようなリクエストいただければまたリクエストしますけど、ごめんなさい。さあそんな感じで出来上がりました。今回第2弾として野菜を使ったアレンジメントね、いかがでしょうか。で今回こういうふうにして、LINE の QR コードまたは、YouTube の説明欄の URL からご質問等々いただければ、で、電話でも結構ですよ。会社の方にお電話いただければうちのスタッフが対応させていただきますので、静岡の村松園芸で検索していただくと出ると思いますのでしてください。以上、今回も野菜を使ったアレンジメントリクエストお待ちしてます。失礼します。